どうも、ボギーだ、ボギー大阪です。最新1118話でついにボニーが二課形態になりました。これに関しておそらく誰も気づいてない、ちょっと変わった角度から小田先生の仕掛けを話します。年々の能力ディストーションフューチャーから始まり、過去編でのディストーションフューチャー二課みたいな未来で、まるでギアサードのような片腕の巨大化が披露された。なぜボニーがこれをできたのかというと、ゴムのような性質で空想のままに戦った強い戦士が二課ということを大好きなお父さんからの教えとして学んでいたから。ただそこから約2年間の航海で能力がたびたび弱まっていった。その理由はボニーが現実を知るたびに可能性を狭めていったから。さらに完全な二課になれないのは、名前と断片的な特徴を知ってるだけで具体的な特徴や見た目を知らないから信じきれない。この想像力の狭まりがボニーを弱めていった。ただボニー自身がこのシーンでニカルフィを直視したことと、ルフィがニカというベガパンクからの言葉で信じる強さが増していった。涙が出るほど。そこからゴムゴムのギガントを彷彿とさせる巨人みたいな未来をかました。で、今回ついにディストーションフューチャー、私が一番自由な未来が炸裂した。その直前のボニーにも弱気が見えたけど、ルフィからの言葉で覚醒とも言っているほど勇気が出た。エッグヘッド上陸の時に出ていた小さなセリフが回収されてるのもすごい。ここでのボニーのポーズも106巻表紙のルフィに似せて書かれてるのかなと思います。エッグヘッド編ではいろんな内容が同時進行で書かれましたが、その中に流れる一つの大きな脈が丁寧に回収された。それに対して鉄の巨人が反応してます。ここでこの反応を書くということは、ニカルフィだけじゃなくてニカボニーに対しても反応してるように取れます。鉄の巨人はボニーもジョイボーイなようなものとして認識しているようです。男のジョイボーイと女のジョイボーイ、ジョイボーイなのかジョイガールなのか、男女が揃った。そんな中、109巻の表紙が公開されました。今回注目したいのはこれです。この表紙にジョイボーイの伏線が隠されてるんです。今まであんまり動画にしないんですけど、表紙に隠された伏線をすべて解き明かします。いつもの扉絵考察のような感覚で見てもらえるとありがたいです。いきます。このメンバーがどんどっとっとしてるのは、実際この巻の収録話ではない、1100話で書かれてる描写なんですけど、109巻でもこのメンバーの話なんで表紙になってる。制作過程ではサターン中心の戦いでボニーが泣いてる表紙になるパターンもあったみたいですが、結果的にこの平和な表紙が採用されました。この表紙に隠された構図を見ていきます。これがめちゃくちゃ面白い。表紙はとても平和ですが、エッグヘッド編っていうのはやっぱり配備はもはや戦争の様相を呈してたって言われてたように戦争なんですよね。特に頂上戦争とリンクするような描写がよく見られます。頂上戦争をざっくり要約すると、顎が長い親父が子供を助けに来る。これが大きな軸。全てがリンクしてるとは言いませんが、白ひげという親父がエースを助けに来る。熊という親父がボニーを助けに来る。ここで頂上戦争とエッグヘッドはリンクしてます。そんなリンク何とでも当てはめれるやんと思うかもしれませんが、この大きな軸を踏まえて頂上戦争の57巻と109巻の表紙を見比べてください。これが57巻と109巻の表紙を並べたものです。こうしたらわかりやすいと思うんですけど、白ひげのひげと白い雲が同じような配置にあるんですよね。もっとわかりやすくしたらこんな感じです。これももちろん白ひげと熊という親父に重なってる。さらになんと下半分に配置されてるメンバーもそれぞれ意味を持った配置になってます。57巻の表紙と109巻の表紙は意図的につなげられてる可能性がかなり高いんです。まず右側にベガパンクが配置されてます。なぜベガパンクがここにいるのかが重要。その位置に重なってる白ひげ海賊団はマルコです。マルコといえば不死鳥、医者、さらに頭がパイナップルのキャラです。パイナップルはリンゴに味が似ているという理由からパインアップルという名前がついている。じゃあもうわかると思いますけど、ベガパンクといえば医学にも精通していて制御クリーンも直してくれた医者で、頭がアップルのキャラ。いつも言ってるしがない天才科学者っていう言葉はクローン技術や成長し続けるパンクレコーズでしがないの意味もかかってると考えてます。しかもベガパンクのベガイコール硬化するワシで鳥のイメージもある。57巻の表紙に重ねるとなると、ベガパンクの位置はマルコの位置にぴったりなわけです。その左にいるのはキザル、
これは黄色いモンキーなんで、ルフィの位置に重なるように真ん中になってる。走ってるルフィを横にしたような形ですね。そのまた左には戦闘丸。戦闘丸といえば金太郎で、ひし形の前掛けが特徴的。世界一ガードの硬い男。世界一硬いといえばダイヤモンド。ひし形もイコールダイヤモンド。金太郎の金もキラキラと考えると、適してるキャラはダイヤモンドジョズ。キラキラの実の能力者。ジョズのとてつもない腕力も力持ちの金太郎と同じ。戦闘丸はジョズの位置にいるのがベストでしょう。一番右に書かれたのはステューシー。ステューシーもいろんな特徴がありますが、その一つがミス・バッキンガム・ステューシーのクローンということ。その名前はバッキンガム宮殿が由来でしょう。バッキンガム宮殿はイギリスの宮殿で、イギリスの宮殿といえばいくつかありますが、有名なものの一つがブレンハイム宮殿。ステューシーの位置にいるキャラはブレンハイムです。こんな風にキャラの配置に偶然とは思えない意味があることが見えてきます。そして白ひげの位置にいるのはもちろんクマ。さっきのヒゲとクモも重ねてますし、白ひげの後ろには十字架のシンボル。クマの方には書き込まれてませんが、牧師なので十字架はつきものです。本編では抱きしめる描写や赤犬に顔の一部を焼かれるところも被ってる。ワンピースにはリンクするキャラが数多く出てきますが、二人はかなり重ねられて描かれてるキャラなのかなと推測できますし、109巻の表紙はこんな風にこだわりを持って作られていることがわかる。でですね、頂上戦争にはなかって、上に今回はルフィが書かれてるわけですけど、これは単行本のサブタイトルにもなってる君の味方で書かれたシーンと重なる。ボニーが信じる力を増す重要なカットです。要はボニーがジョイガールに向かっていく重要シーン。それを踏まえて、今回の表紙で最重要なのがカラーリングです。今回のタイトルロゴがこんなカラーリング。ジョイボーイであるルフィとジョイボーイのようになるボニーが書かれた表紙で使われたのがこのカラーなんです。このカラーリング何なのかっていうと、いわゆるプライドフラッグ、LGBTQ のシンボルとして使われるもので、一般的にはレインボーフラッグが有名ですが、その中でもレズビアンフラッグに使われるのがこの色合い。キスマークと同時に使われることがあるように、赤とかピンクの濃淡はリップスティック、口紅の様々な色を象徴しています。ジョイボーイという言葉はオカマを表すスラングなので、ジョイボーイが男の同性愛者じゃないのかっていうのはよく言われてきた話です。今回はレズビアンフラッグに使われるカラー。つまりボニーというキャラがジョイガール化することが隠された表紙だというわけです。最終章では何かと性別、性的指向について書かれそうな雰囲気がありますが、ミカという存在は性別を超越した存在なのかもしれません。